掴んでる。刀が切れないから。危ないから。分かったね。それじゃないと、一緒にいられない。まあ、なんていうかしら、古武道もいろんな先生に会って本物に会ったことがなかったんです。それが高松先生という本物に会ってね、これはもうそれでもってまあこうなったわけですね。それまではね、いろんな武道の先生と会いましてね、松井先生とかね、これやりに行った先生とか会いましてね、で僕も若かったですから27歳の時に会ったんですけどね、怖いっていう感じしたことないんですよ。誰と会ってもね、どんなやつだったもね、悪ガキでしたからね。まあ酒飲んじゃね、そこらしくがいたりね、もうバカなことばかりやってましてね。高松先生のところに行きましたらね、まあ先生がまあそうやってたら現れるわけですよね。したらどうぞお楽にしても楽になれないんですよね。体がこう金縛りになっちゃってるっていうかな。で立てないんですよね、楽にね。引きつっちゃってるのかな、体全身、心までが引きつっちゃってるっていうかな。そんな感じでね、こういう方もいらっしゃるのかなとね、思いましたね。だからね、僕思うのはですね、小さい時からね、僕は27歳で死ぬって自己暗示にかかってたんですよ。27歳で死ぬという自己暗示が。ところがちょうどあったのが高松先生の27歳なんですね。ですからその時から僕というものがなくなったんじゃないかと思うんですね。行くと必ず酒とビフテキを焼いて、夜はね、酒2本つけててくれたんですよ。でも私は先生死ぬまで飲んだことないんです、酒は。何か怖くて飲めないんですよね。ビフテキをちゃんと酵素で持ってね、やって柔らかくしてくださいましてね。だから15年間全然酒飲めません。で先生が亡くなった時にお清め飲んだだけですよね。ですから弟子飲んべたくさんいますよね。で私一緒にベロンベロに飲ましてね、一緒にね、であと言うんですよ、おめえらうまくなんねえのはね、酒俺と飲んでるからだって ね俺は15年間高松先生のとこで本当に酒飲まねえぞって、先生の前ではね、その昔帰りはひでえもんだってね、夜行列車でね、どんちゃん騒ぎで帰ってきたってね、もう今までに世界回ってね、もういつも不安そうでしたからね、あの行くのもね、もう必ず飛行機にはもう7本のね、日本酒をね、熱燗で置いてね、で師匠弟子に叱られながらね、もうおよしになったらどうですかなんてそれでもってずっと世界中25年もありましたけどね。だから実践をやられた方が先生からね、やっぱり教えを受けたってことがね、何よりもこれはもう強いですわ。インターン以上なことをやってきたね、名人からね直接教わったってことがね、今日本にいる武道家でもって実践をやった方は少ないでしょ、ね、もう全然違いますから。